エンドインバウンドです。14秒オーフリッピンがさあ走ってきて辻直人さあ来ましたね。白浜にファールが記録されています。さあここもアウトサイドから辻直人、2本目。レコードにはどうでしょうか、マイケル・パーカーが前、辻直人、晴山ケビンが入っていますが、この上を越えていきました。これで3分の3。野本も昨日は得点をマークしています。もらいに来てキャッチャーのショット、辻さあ入った。マイケル・パーカーここタイミングミスマッチ、リラックサイド辻1人飛ばしてスリーポイントどうか、おおもらった、ファールをもらってバスケットカウント、継続中ですね。いや相手を飛ばす冷静さもありました。これすでにボールがないところでスイッチ、スイッチして、ね、スイッチですね、辻が空いた、辻は来ました、いきなりスズランス。ベンチルです、難しいシュート、おー決めてきました。上島を抜いて辻一度ポンプフェイク、ここから決めてきた。でも本当にこの形よく見ますよね、形は出来上がった。おお春が決めた、4点プレー。辻が来る、スリーポイント辻沈めてきました。こういうシュートが、ね、なかなか生まれないですよね。奪いました。そしてベンチル中、フリッピンから辻スリー決めてきました。辻のスリーポイント、これはリング当たって跳ねました。辻だ、スリーポイントシュート、さらにエンドワンです。ここから早かったですね、タブスキーも全力疾走、そこから辻、そしてトレイ・ジョーンズもかなり積極的に打ってきてます ね、 そうですね。トレイ・ジョーンズスキットパス確認して辻直人スリーポイント、一つ目きました。ちょっと距離あるがスリーポイント、リバウンドケビン・ジョーンズタップ、ここはコーフリッピン、マイケル・パーコンいますが左の辻を使った辻直人スリーポイント2つ目。昨日は結局は4人が2桁を取ってんですからね。そうですね、ここでマイケル・パーカー拾った、トレイ・ジョーンズ大丈夫か、起き上がってまた辻だ、同じ位置からスリーポイント3つ目。全く同じシチュエーションですね、自分のできることをきっとやってくれるはずです。フォーフリッピンから辻キャッチ&ショットスリーポイント4つ目。前半だけで4本のスリーポイント、トレイ・ジョーンズ動き出してコーフリッピンはどうするか、渡してからキャッチャンボショット辻直人5本目、これを決めます辻直人。辻に持たせます。いやもう辻選手にはね、辻選手がぴったりですね。ですね、その中で辻来ました、1本目のスリー成功です。平均10を超える得点があったんですけれども、今季はよりコントロール役に回っている印象はあります。久保田、そうですね、本当今のね、2回を回しているのが最近って反応ではないかな。トレイ・ジョーンズ、さあ辻スリーポイント来た、800本目のスリーポイント成功。時計との相談、辻のスリーハーフショット、今日4本目。いやもう本当にこうやってね、日本のバスケットボール界でね、こう活躍して貢献してくれてるね、辻君もあっぱれですね。あっぱれですか。2-3 のゾーンディフェンスになっています。そして辻のコーナー3、1本来てからチームとしても乗ってきています。トレイ・ジョーンズ辻のスリーポイント、やっときました、今日2本目です。ターンオーバーになって群馬走る、ただフリッピン、これですね、辻飛ばせた、はい、ワイドオープンで狙った、ようやく今日1本目が来た辻、ここから乗ってくるかもしれません。フリッピンセール、北海道連続ミスから辻連続のスリープ、はい、来てる。そうですね、北海道としてもファール溜まってるのでね、ファールもできませんし、はい、おー、入った、3本目来るか、来た、2クォーターのブザービーター、ガッツポーズを作りました。
さあこのプレーですがキャッチャーのショット、いやワイドオープン作ってしまいましたね、はい、ジョーンズ若干手につかない、ぶつけてフリッピン、あ空いてる、辻が空いてる、トップオブザキーから狙い打ち、4本目、4本目見応えがあります、外に出してきた辻、ね、5本目入る、辻劇場開幕、入っちゃってるわ、ここからのベンティル、辻のピックアンドロール、ベンティルを使って辻のスリー決まった、辻入る、6本目だ、もうハーフコートで構えちゃってますね、ね、あの位置で持たせるとちょっと危険な存在です、さあ辻が狙ってくる、7本目、辻7本目、